それではこの FFT の計算例をちょっと出してみましたので、実際にこう見ていきましょう。ここでは AX として3次の多項式、係数は4つあります。それとあと、まあ、オメガの4ですね、1の、原子4乗根ですね。これに対して、このオメガ4の0乗、1乗、2乗、3乗をそれぞれ計算した値ですね、を求めることにしましょう。一応先に答えを書いておきますと、その、1の、4乗根ですね、1の4乗根、4つの4乗根を代入した値というのは、その AX の係数を使って、まあ、こういう形で表せるということを覚えておいて、で、これをいかに求めるかということをこれから見ていきたいと思います。で、まず最初に、その FFT のアルゴリズムに入力しますのは、まあ、次数の指数が2で、それから1の原子根が、原子4、1の原子4乗根、それから多項式は AX なわけですね。で、それに対してまず、その多項式 AX を、その奇数字の項と偶数字の項に分けまして、で、偶数字の項は A0X、奇数字の項は A1X というふうに置きます。で、ここで、その、まあ、FFT を再帰呼び出しすることにしまして、で、まずはこの AX の、 偶数字の項に対して、この1の原子2乗根を使ったこの FFT を呼び出す。で、これが2式になるわけですね。括弧になるわけですね。それから、あともう一つは、A の奇数字の項に対して、1の原子2乗根を使ったこの FFT を計算するというのは括弧3の処理になります。で、括弧2の処理なんですけれども、ここではその、2次の多項式に対する、1の原子2乗根を使った FFT ですので、この、多項式をさらに、分けていきますと、この A0 の X2 乗というのが今1次の、多項式ですので、これをこうさらに分けていくと、定数項と、まあ、1次の多項式の係数になるわけです。で、これを使ってさらにこの FFT を呼び出すと、ここの段階ではもうこの多項式にですね、原子根を代入した値というのはこの係数を使って決まってきますので、まあ、これを使ってそのこの段階での x0 とか x0 の値がまず求まってきます。で、3番目のステップです。括弧3もですね、括弧3の、A0 のその奇数字の項を使った計算も同じようにして、さらに再帰的にこの FFT を呼び出すことで係数が決まります。で、今の2つのですね、再帰的な FFT の呼び出しによって、まずこの、まあ、途中の結果がこんなふうにこう値が出てくるわけですね。まあ、こんなふうに出てきます。で、今度はこれを使ってその、4つの原子根を代入した値の評価を行います。まず最初に、X0 としては、この前のシートで出た Y0 と Z0 の和で、これがその A にその1の原子4乗根を代入した値となります。それから X2 としては、この Y0 から Z0 を引いた値で、これが A にオメガ4の2乗を代入した値ということで、この1の4乗根に対するその上半平面の2つの多項値を代入した結果というのは出ました。であとは、下半分のですね、2つの原子根を代入した値というのは、こちらにありますように、X1 として、こうですね、まあ、こういう複素数になります。それから、すみません、ここ X2 じゃなくて X3 だったはずなんですけども、この X3 としては、やはりこういった形の複素数が出てくると。いうわけです。ここまでいいでしょうか。今のようにしてですね、まあ、離散風流変換によるその原子根の代入をですね、FFT で
効率化できるという話をまずしました。で、次にその逆変換のことをちょっと考えたいと思います。逆変換というのはその、まあ、今考えているのはその畳み込み積を行った関数表現からその元の、元のというかその本来求めるべきその多項式の積の係数表現を求めるっていうステップなんですけれども、で、今ですね、その係数表現から関数表現への、 その変換をですね、まあ、1の原子 N 条項を使って表しますと、まあ、こういう形でこう表されたわけです。先ほどのようにその係数表現、係数のベクトルにあのファンデルモノ行列を左からかけることで、まあ、関数表現がこう得られたわけです。で、もしその今のですね、ここの行列を V と置きましたけれども、この V の逆行列が見つかればこの、あの逆変換っていうのはあのこの V の逆行列を使って、まあ、こういう形で表されるわけなんですね。で、ところがとこの W という行列をですね、こういう形で置きます。先ほどのその1の原子 N 条項のですね、2つ前のスライドと見比べてもらうと分かると思うんですが、1の原子 N 条項を代入した行列に対してこの1の原子 N 条項の逆元をこう持ってくるんですね。で、逆元のべき乗を持ってくるという形でこう W という行列を作ると、実は今日の授業の最初の方であの紹介した相和の補題というのを使うと、この W というのがこの V のさっき見せました行列 V の逆行列の定数倍であるとになることが分かります。省略、時間の都合で証明は省略しますので、この辺は各自で確かめておいてください。ということで、実はその、まあ、この V の逆行列というのが、W の N 分の1倍という形で表せます。で、それからさらにですね、このオメガ N というのが1の、あの原子 N 条項ですので、実はこのオメガ N の逆数というのはオメガ N の N-1 乗なんですけれども、これをまた1の原子 N 条項であることが分かります。で、このことからとそのリサン・フーリエ逆変換というのは実はリサン・フーリエ変換で計算できることが言えます。で、ただし、何を代入すればいいかというと、そのまあ、E はこれ2のべきですから一緒ですね。それからこのオメガ入れ、リサン・フーリエ変換の時にそのオメガを入れたところに、オメガ、オメガ N ですね、1の原子 N 条項を入れたところに、1の原子 N 条項の逆数を代入します。それから、この BX っていう、この多項式ですね、この多項式は何代入すればいいかっていうと、まあ、こういう多項式なんですが、この bn-1 から b0 というのはどこから取ってきたかというと、これリサン・フーリエ変換のステップで得られたこの関数値ですね。この関数値をから多項式を作って、で、まあ、それをこうリサン逆フーリエ変換、リサン逆フーリエ変換にもう一回代入しなさいと、使いなさいということで、この、リサン・フーリエ変換を行うことで、実はリサン逆フーリエ変換を行うことが可能になります。ここまでいいでしょうか。それでは、ここまでですね、その FFT およびFFT の紹介と、それから、DFT、インバース DFT を FFT を使って行うという話をしましたので、この FFT の計算量評価をしたいと思います。で、まあ、主な主張は次の定理にまとめられております。まあ、オメガ N が1の原子 N 条項のときに、その次数、N イコール2の E 乗未満の多項式に対する FFT の計算量は、オーダーの N ログ N であるというのがまあ主張です。で、一応、ここからその証明の概略をですね、紹介したいと思います。まずは TN というのをその N 次未満の多項式、F に対する FFT の計算量というふうに置きまして、で、まあ、
もしこの多項式 F が1の時には定数でありまして、評価する必要はありませんので、t の1を0というふうに置いておきます。で、この FFT の計算量に関わる部分をその FFT のアルゴリズムから順番に見ていきますと、FFT の最初のステップですね、前半のステップを見ていって、まずその FFT の再帰的な呼び出しをしている部分に着目します。そうしますと、このステップ4とステップ5でその与えられた多項式の、まあ、奇数字の部分、空数字の部分、それぞれに対して FFT の再帰的な呼び出しをしますが、ここでのその次数というのはそれぞれ与えられたその多項式の次数の半分になっておりますので、その FFT の計算量っていうのは、まあ、それぞれ t の2分の n ということになります。で、次に、後半の部分 の、 実際に値を評価する計算なんですけれども、ここではステップ7で、フォア分でループが続いていまして、このループは、2分の n 回繰り返されることになっています。で、この2分の n 回のループの中で行われている計算なんですが、まずこの a の部分はこれ上半平面の値の計算で、ここで加算が1回と、それから乗算が1回行われております。で、次にこの b の部分はこの下半平面の部分の計算で、ここも加算1回乗算1回というふうに計算が行われております。で、最後に、この u の部分ですね、この計算のところで、まあ、乗算が1回行われているということで、ここまでの計算量をまとめますと、この tn が、2倍の t の2分の n プラス 5倍の、2分の n ということですので、まあ、もう少しまとめると、これが2倍の t の、2分の n と、オーダーの2分の n という形でまとめられます。で、あとはこれをですね、その再帰的に計算量を整理していきますと、最終的にはですね、今 n は2の e 乗ということで代入してましたけれども、こういうことでどん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 遡っていきますと、最終的な計算量は2の e 乗かける t の1プラス e かけるオーダーの2の e マイナス1乗ということになりまして、最初の計算量の見積もりの時に t の1は0ということにしましたので、この項だけが残って、その計算量の見積もりの評価っていうのは e かける2の e 乗のオーダーということで、あとはそのこの e の部分を n で表してオーダーの n ログ n ということで計算量が得られます。ここまでいいでしょうか。